はい、皆さんこんにちは。こんにちは。尺八にドキドキことにワクワク、クジラ岡徹と藤崎ひろ子でプンプルノートです。はい、はい、今日は、はい、一体何の動画を撮ってるんですか。はい、今日は2022年もやります、うん、ツイッター企画、うん、月の雫演奏コンテスト。おー、はいはいはい、それの募集、はい、募集です。募集の動画ということですね、はい、今年もやりますか。今年もやります。何回目ですかこれで。もうね、4回目です。4回目、うん、第1回目から数を数えて第4回1回目は募集があるのかしら、はい、どうなのかしらみたいな感じで始まりましたけど、ね、ね、予想外の反響でね、うん、30組以上、はい、ね、手元のデータによると、ね、33組の応募がありました。そして第2回目、これもう激減するんじゃないかと思われたところ 26組を、はい、キープしてますね、うん、キープしましたね。で第3回は、うん、27組。おお、なんか激減するかなと思ったけど残ってますね。はい、なんとか。で今回ね、第4回どうなるか、もうみんな飽きちゃったかないやいや、僕はね、うん、最後の一人になるまでやりますよ最後の一人になるまで、最後の一人になるまで、僕はこのね、あの月の雫演奏コンテストやりたいと思います。あんまり少なかったら私もちょっとこう出ちゃうの、変装してアカウントをもう一つ作ってなんかやっちゃう、出ちゃう、出ようかな。あ、なるほど、まあ、そういうのもありですから、ね、はい、まあまあね、ぜひね、あの皆さん月の雫演奏コンテスト第4回目も参加していただきたいです、うん、初挑戦だっていう方もね、うん、ぜひ参加してください。月の雫演奏コンテストをみんなが知ってるっていう前提で喋ってるんですけど、まあ、知らない人の方が圧倒的に多いと思うんで、ちょっと説明しますか。はい、お願いします、ね、はい、説明すると、うん、まあこれまでもやってる企画なんで、過去の大会のね、うん、過去の大会の動画もありますんで、うん、ぜひそれ見てください。概要欄にその過去の回のね、はい、やつも載せとくんで、もしよかったら見てくださいね。はい、で、月の雫演奏コンテスト、まあ、説明しますと、まず月の雫っていう僕たちのオリジナル曲があります、はい、ね、その月の雫っていう曲を演奏していただいて、皆さんが演奏した動画をツイッターにアップロードしていただいて、はい、でその演奏していただいた動画を僕らが見ながら各賞を決めて、うんうん、ね、その各賞をゲットした人には豪華賞品が当たれる、素晴らしい企画ですね、はい、超豪華、そうではないですけど総額数万円に及ぶというね、あの豪華景品が贈られます、はい、ね、で、まあ、その応募のための決まりいくつかいろいろありますが、はい、まあ、ちょっと話をすると、うん、月の雫は、はい、まあ、僕たち尺八と琴のために作った曲なんですけれども、うん、琴と尺八の演奏はもちろん OK だし、うん、尺八だけとか琴だけもちろん OK です。じゃあそれ以外でもいいのか、ちょっともちろんいいです。何でもいいです。何でもあり、何でもありです、うん、一種格闘技戦です、はい、何でもありですね、もうフルートでもバイオリンでも、うん、シノブエでもギターでも、はい、ベースでも歌でも、歌でもいいです、ね、口笛でも、そうです、はい、ちなみに第3回目の優勝は、はい、口笛でしたからね、はい、はい、ぜひね、あの全国の口笛ニストの皆さんね口笛ニストなんていうのやるんじゃないの、分かんないけど、なんでぜひぜひ気軽にできることで参加していただけると思います、はい、ね、で、じゃあその月の雫全曲ね、1曲まるまる演奏するのかっていうとそうじゃなくて、はい、その月の雫の中でお好きな場所、うん、ね、どこでもいいので好きな場所を演奏してください。で、はい、動画の長さは40秒以内です。これもう厳密に心配だったらちょっと短めでもいいと思います。ね、1秒でもそうそうそうオーバーするともう残念ながら失格ではないですけども、ショーには入れないと、はい、ね、あのこれね、いろんな応募があって迷う時、うん、まあ、結構迷うんですよ、うん、必ず迷うんですけれども、一番最初に、うん、あのじゃあなしねって、残念だけどこの人はなしねってなるのは秒数オーバーなんですよ、ね、秒数オーバーしてるとちょっとさすがにそれは、ね、ルールとして言ってることだから、これは守ってる人を優先しようっていうふうになるので、うん、秒数オーバーだけは絶対になしと。ツイッターに上げる、ね、ツイッターに上げるっていうのもね、そうそうそう、 YouTube に上げてしまう方もいらっしゃるんですけど、ツイッターに必ず上げていただけるください。いいですね、はい、で、あとは僕たちツイッターそれぞれやってるんですけれども、はい、藤岡徹のツイッターと藤崎ひろ子のツイッターをフォローしてください、はい、ね、でフォローしていただいて、それで動画を投稿していただく、
で、動画を投稿するときには、うん、ハッシュタグ、ハッシュタグ、ハッシュタグを2つつけてもらいたいんですけれども、はい、1つは、薫風ノート、はい。僕たちのグループ名、薫風ノートです。で、もう1つは、月の雫演奏コンテストっていうハッシュタグをつけてください。はい、ね、この2つをつけて投稿してください。で、そうすると僕たちもその動画見つけやすいので。で、動画見つけたら、あ、エントリーありがとうございますとか、あ、参加ありがとうございますっていうあのリプをつけますので、はい、その時点で、エントリー完了っていう感じになります。で、もしね、何したって僕らのリプがつかなかったら、あの、僕たちのツイッターに言ってください。あの、アップしましたとかって言ってきてくださったら、もうすぐ、あの、はい、つけに行きます。あと、もしかして、ハッシュタグが間違ってる場合もある。あるんですよね。なんか月の雫ののが、あの、はい、違ったりとか、薫風ノートのが、薫風の風とかね。薫風の風、うん、そうだね。薫風の風。とかなんか、まあ、ね、ちょっと近いんですけど、そうそう、ちょっと違う。と、あの、探せなくなってしまいます。探せなくなりますんで、ぜひぜひそのあたりは間違えないように気をつけてください、はい。詳しいことはあの概要欄とか、まあ、僕たちのホームページの方にも書いておきますので、そちら注意事項とかよく読んでおいてください、はい。まあ、あとはなんか注意してほしいことってあります？あ、そう、なんか動画の投稿だからっていうことでなんか顔出ししなきゃいけないのかなとかって思うかもしれないですけど、別に顔出ししなくてもいいです、うん。だけど画面が真っ暗っていうのはちょっと寂しいので、うん、どっか演奏してる一部が見えるとか、うん、後ろ姿だとか、あのすごい遠くでえらいちっちゃくだけど、あ、演奏してんだなってわかるとか、それ音どうやって飛んだって話になるんだけど、まあそういうね、なんかちょっと動画の姿があると僕たちも嬉しいです。あれですか、今ほら、うん、コロナ禍でこのね、あのリモートがすごく進んでるので、なんかこうコラボみたいなので、こう、うん、リモートのコラボとかそういうのもありです。あ、面白いです ね、うん。実際3回目の時がコロナ禍だったから、うん、そういうのもあったかな、うん、そういうのもあったね、うん。だから一緒にね、もちろんそれ対策して、うん、その現場で演奏するっていうのもいいですし、リモートで演奏するっていうのも全然ありだと、うん。あの、傾向と対策みたいなのってあります？傾向と対策、うん、なんか賞を取るための、あ、そうですね、投稿、ツイッターに動画をね投稿してくださるときに、なんかこう一言書いてくれるとなんて、なんて、応援してますとか、大好きですとか、いい曲ですねとか、そういう感じ。いやいや、そういうことではないんですけど、なんで、ここをこうしましたとか、うん、一言自分たちの思いを、はい、なんかポイントここですとか、何かね、なんかこうどんな風な思いでこれ作ったのかなっていうのが分かると、なるほど、ただ動画が上がってるよりってことですね、うん、その人の気持ちをね、あ、うん、なるほど。今なんかね、もうさっき何て言いました？だから応援してますとか、応援してますとか、薫風ノート大好きです、私たちをねそれもありですそれもありそれもありです。そういうのもあるとちょっとなんか、はい、やっぱり嬉しいからさ、嬉しいですね。嬉しいってやっぱひいきしちゃう、ひいきしちゃうな、それはある。あ、そう、その方がいい。そう、ある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 かな、あるかな、まあまあ。で、まあまあ、で、さっきからね、あの、豪華賞品とかね、賞、うん、とか言ってるんですけれども、うん、まあじゃあその各賞をね、ちょっと紹介すると、はい、まず、自由な賞、自由な賞って言って、うん、まあその動画を見て、まあ何でも、なんとか、なんとかな賞、なんとかで賞みたいな、ちょっと一番小さい賞なんですけれども、はい、それを4組ですね、4組。で、その自由な賞には、なんと、うん、1500円分の、なんか、iTunes カード、Amazon ギフト券とか、何らかのものがプレゼントされます。はい、それご希望のもの。ご希望のものが、はい。はい。選べる。そう。はい、そして次は、クジラ山椒と、富士山椒、はい。で、これは3000円分の、はい、Amazon ポイント券とか、はい、iTunes カード。あったら結構、いろいろ買えちゃいますよ。ちょっとね、いい感じで。はい。ね、がプレゼントされます。で、栄えある、ね、うん、最優秀賞はね、うん、最優秀賞は一組です、ね、はい。そちらにはなんと5000円です。おー、5000円。5000円、うん、いいな。ね、総額数万円に及ぶ、うん、ね、はい、合計7組。はいはい、で、だいたい20組から30組以内の応募なんで、うん、結構チャンスあるんじゃないかなと思うんですよ。でもね、クジラ岡さん、皆さんね、その賞金が目当てじゃないですよ。でね、皆さん賞金がね、そんなね、ただ本当にね、みんなで音楽をね、そういう風に楽しみたいっていう、そういう皆さんきっと思いで応募してくださるんじゃないかなと思ってます。違うの？いやだって、じゃあ賞金なしにしますって言ったら多分応募ガクンとやりますよ。やっぱね、もらえたら嬉しいですよね。
もらえたら嬉しいですよ。だから僕も欲しいもん。だからそれなら僕応募して僕が最優秀賞を取るんですよ。ダメでしょ。元も子もないです。そう、うん、まあそんなことしません。厳選な、はい、ね、うん、審査のもと僕たちがその皆さんの、はい、投稿した動画を見ながら、ね、うん、ああでもないこうでもないって喋る動画もね、はい、アップロードしていきますので、はい、まあ、そういった様子も含めて楽しんでいただければと思います、はい、でこの企画は本当に参加していく皆さんの動画がないと成り立ちませんので、はい、ぜひともご参加よろしくお願いします、はい、で月の雫っていう曲は、はい、もちろん耳コピーでね、はい、なんかやっていただいてもいいですし、楽譜が欲しいっていう方は僕たちのネットショップでも販売してますので、はい、在庫ありますので、はい、またそちらでもご注文いただければと思います、はい、大事な応募期間、ね、これ大事なんで、これから外れちゃうとちょっとなしってことになっちゃうので、うん、まず、今日が一応2月10日にこの募集の動画をアップロードする予定にしてます、うん、ね、2月10日にアップロードされてるのかな、上がってますかね、はい、でそれから、何週間後、2週間後かな、どこ見てますか、カレンダー見てるんですか、カレンダーそこに、2月25日の金曜日0時ですね、もう日付が変わった瞬間、変わった瞬間、そこから、はい、次の木曜日ですね、木曜日、うん、3月3日、ね、木曜日、カレンダー見てるとおひな様の日までですね、3月3日のおひな様の日、はい、24時になったらダメだね、はい、23時59分59秒まで59秒までございました、はい、日本時間のね、はい、日本時間の日本時間、ね、いや海外からもあるかもしれないから、あ、ね、あんま、そうありましたよね、あ、そう、あるある、ね、だから、ね、日本時間のそれが締め切りということ、はいですね、それ注意してください、ね、その時間外になると、失格っていうことになりますので、うん、そこだけは注意していただきたい。でその期間に先ほどの注意点ですね、40秒以内であること、そしてハッシュタグをつけていること、であと僕たちをフォローしてるっていうことをして動画投稿していただいたら、僕たちがね見つけ次第リプをつけに行きますので、はい、リプがなかなかつかなければ僕たちに直接ねダイレクトメールでもいいですし、アップロードしましたっていうのを言っていただいても構いませんので、はい、お送りください、はい、ね、それで、エントリー完了というふうになりますので、どうぞよろしくお願いします、注意点は概要欄に、はい、そして僕たちのホームページにも詳しく書いておきますので、そちらの方をチェックしていただければと思います。過去のね動画なども見ていただいて、傾向と対策を練っていただき、はい、このね、年に1回の月の雫演奏コンテスト、うん、皆さんふるってご参加いただければと思います。楽しんで参加していただくことを僕たちも願っておりますので、よろしくお願いします。たくさんのご応募お待ちしてます。よろしくお願いします。そんなところで今日のね、うん、募集の動画はここまでにしたいと思います、はい、ご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。尺八にドキドキことにワクワク、ワクワク、鯨岡徹と藤崎ひろ子で群風の音でした。皆さんのご参加お待ちしてます。